人生がもっとクリアになる魔法の方法を知りたくありませんか？多くの人がどの道に行ったらいいのか、自分が進んでいる道は合っているのかと悩んでいます。ネット社会の今、選択肢が多すぎて自分が何をやればいいのか迷っている迷子の方急増しているんです。何をやったらいいかわからない、そう思うのは無理もない話です。なぜかというと、現代人が一日に受け取る情報の量というのは平安時代の一生分って言われているんです。私自身、スイートスポットに出会うまで人生迷子状態でした。左も右もわからないままアナウンサーという道を選んだんですが、全くうまくいきませんでした。一体何をしたら僕は成功できるんだろうと毎日思っていました。でもそんな時、スイートスポットという考え方と出会ったんです。スイートスポットを知ることは人生の羅針盤を手に入れること、自分の進むべき道が明確になるということなんです。私はスイートスポットと出会ったことで何に時間を費やすべきなのかが分かって、作家として今は93冊230万部の本を出すことができました。そして私以外にもスイートスポットを見つけたよという人はすでに500人以上に上っています。あなたには選択肢があります。このまま迷子の人生を続けるか、それともスイートスポットを見つけて成功していく人生か、どちらがあなたにとって充実した人生になるでしょうか。自分の才能が開花される場所が知りたい、自分の才能が知りたいという方はこのアカウントを今すぐフォローしてくださいね。